皆さんこんにちは、ジャパニーズヨガハッピースートラの夏美です。今日は反り腰改善ということで、皆さんにお伝えしたいと思います。私自身が妊娠出産産後と自分自身もこう反り腰傾向になって腰が痛くなるっていう風に実際なりました。でこの反り腰っていうのはよく女性の方に多いかと思うんですが、それによって腰痛が引き起こされたり、体のラインが崩れたりっていう風になっていきます。で今日の動画ではどうしてこう反り腰になっていくのかというか、体の状態がこうだから反り腰なんだっていうのを、皆さんにシェアをして、でそこからどういうふうなトレーニングで改善させていけばいいかっていうのをお伝えしたいと思います。反り腰とは一体何なのということで、体を使って少し見せていきますね。骨盤の動きでよく前に倒れることを前傾と言います。で逆に後ろに倒れることを後傾と言います。基本的には骨盤がだいたい真ん中、床から垂直で起きる位置が、ニュートラルなポジションですね。でこれが普段の生活や、例えば女性でも筋力不足で、要は骨盤が前に傾いてくるというのが、まず起きますね。でそこから上体を上げようとするので腰が反る。で腰が反ったままだと何が起きるかというと、もちろん腰が張ってきて痛くなるっていうのもあるんですが、このお腹に力が入れにくくなります。なので基本的には体幹が全然使えない状態。そしてこの状態のまま歩きますよね。ちょっと大げさにやります歩いてるとまずこの前側の筋肉がギュッと縮こまるような状態で、足にたくさん負荷がかかってしまうんですね。で私の体も、産後でどうしても赤ちゃんのお世話があるので、自分のことはこうおろそかにしてしまうので、骨盤が前に倒れたままであったり、あと抱っこ紐で前に倒れたままで、でなおかつこう抱っこ紐って前に体重がかかりますよね。なので肩が巻き肩になったりっていうことで、自分自身も腰痛だったり、もう肩がバキバキみたいな感じで、まあ、今も若干それは残ってるんですけど、ちょっと困ってましたで今日はそれをどうやって改善したらいいかというのをお伝えしていくと、この骨盤が傾くというのをまずは起こさなくてはいけないんですよね。でこの起こすのには、基本的には腸腰筋というインナーマッスルがものすごく重要になってきますなので、このニュートラルなポジション、骨盤が今自分で前に倒れてるなという方は、真ん中がどこかというのを認識することが、普段の生活でですね、がとっても大切になってきます。一つ目はインナーマッスルの働きを強めて骨盤を起こす習慣作りをすること。でもう一つはこの先ほど立った時にお見せしたんですが、前側の筋肉が収縮したり足回りが硬くなってくるので、足の筋肉をこうストレッチしてあげる、伸びしろが出るようにしてあげるというのがポイントです。実際私も反り腰になってからもうびっくりするぐらい足の硬さが、柔軟性がですね、下がってしまって、ものすごく前屈も、ももの前を伸ばす動作も苦手になりました。以前ももの前を伸ばす動作なんかはこう辛いと感じたことがもうほぼ一度もなかったので、本当にびっくりな体験でした。ただ自分の体験をもとに、あ、そういうことかと、骨盤が倒れて腰が反る、そして足が硬くなる、連動してこうどんどん骨盤が倒れたままの姿勢になっていくっていうのがこう反り腰なんだなっていうのがこう身に染みて分かったので、それの改善法を今からやっていこうと思います。インナーマッスルの動きを強めていく動きたくさんあるので、いろいろな筋トレでいいんですが、私が今日ご紹介するものはピラティスのようなイメージのインナーマッスルのトレーニングですね。で膝を立てた状態でまず座っていきます。だいたいそうです、だいたいでいいです。この膝を頂点とした三角を作るような感じで、足はだいたい腰幅でいいです。他の動画でも行ったことあるものなんですが、手を前に伸ばして、で肩をリラックスさせて、ゆっくりゆっくり後ろに下がっていきます。
下がっていくときに、あ、ここがきついっていうプルプルするところであったり、バターンと倒れてしまうポジションがあるはずなんですね。で、そこをトレーニングするというようなのが、まず、骨盤の今の状態、体幹の弱っているところを鍛えて、骨盤をニュートラルな状態に起こすためのトレーニング、体幹トレーニングです。で、もう一つはももの前側のストレッチなんですけど、今日はですね、また実験をしようと思います。この今、前の前じゃないです。ももの前側の筋肉のストレッチをしてみて、自分の硬さをまず実感して、その後先ほどの体幹トレーニングをしてみて、自分の筋肉の硬さがどのくらいあるかというのをもう一回実験するというのをしていきます。なんでこれをしたいかというと、あ、まあいいですまずやっていきましょう。なんかごめんなさい、なんか私まとまりのない感じがするんですが、まあやりましょう早速です、片方の膝、右でも左でもどっちでもいいですを折り曲げて、横に割り座のような形にしていきますね、できれば足の甲はマットに下ろすようにしたいです。でどうしてもきついという方ちょっといると思うんですよね。足の甲がしっかり寝ないと。その場合は少し外していただいても大丈夫です。ではそこから後ろ側に向かって倒れてみましょう。で今の状態でももの前がもう随分張ってるという方はもうストップで大丈夫です。でもう少しいけるなという場合はそのまま寝ていきます。でこの時の足のこのももの前側の張り感を感じ取ってください。で今腰が例えば反ってます。だいたい反り腰さんの方ってこう寝られたとしても腰がぐんと反ってしまうというのがあります。でその反り感も、実感してみてください。で要はここが張っているので、膝を床に落とそうとすると腰が反ってくるというふうになってくるんですね。で逆にこの腰を落として膝を浮かせれば腰が落ちるかなっていう方は、それももしそうであれば一旦確認してみましょう。この腰の空間をぐっと床に下ろすようにして、まあ、ちょっと何でしょう、頭をおへその方に向けて上半身を少し起き上がらせてもいいです。そこで膝を下ろしてみた時にどのくらいまで膝が下りるか、こうぴったりは多分つかないんじゃないかなと思うんですよね。なので膝の浮き方を確認してみましょう。それだけ腰を下ろそうとするとこのももの前側が邪魔して膝が降りてこないというのがわかると思います。さあ今の状態を実感したら、足をほどいていいのでもう一度起き上がっていきます。ここから先ほどの体幹トレーニングをしていきますね。足をだいたい腰幅程度、足裏左右平行です。では手を前に伸ばしましょう。そこから背骨の下の方から一つ一つ床に下ろしていきます。おへそを見ながら行きましょうか。で、途中で多分、あ、ここがしんどいというポジションが見つかると思うので、そこでバウンド。吐く息で手を下に下げる感じで、ふふふふ、吐いて吐いてお腹を縮めます。ふう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 、5、4、3、2、1。ではゆっくり体を床に下ろして、はぁ、万歳、深呼吸。あともう一セットいいですか。そのまま起きれる方は反動をつけてもいいので起き上がります。起きれないという方はこうグッともう一回起きてみてください。さあ再チャレンジ、手を前、肩は必ずリラックスで下げるようにしてみてください。そこからゆっくりゆっくり体を後ろ、おへそを見ながら、きついところ、自分の一番辛いところでホールド、いきましょう。ふふ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 、続けます。脱落してもいいですよ慣れてきたら結構多めにできます。ふふふふ、熱くなって汗が出るぐらいいけたらいいですね。ふふふふ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
OK! バンザイ、リラックス。さあ、手を絡めていいのでグググッと体を伸ばしましょう。足も伸ばしながら息を吸って伸びます。吐いて、はぁ、 OK。 ではもう一度起き上がってからでいいので、先ほどと同じ方の足にしてみてくださいね。割り座で実験します。もう一度体を仰向けに寝ていきますね。さあ、いける方はさらに。さあ、どうでしょう、今先ほど腰がずいぶん反っていたという方は、腰の空間がどのくらい違うか、変わらない方もいるかもしれないですが、私は結構こうピタッと下ろしやすくというんですかね、腰が折りやすくなりました。それだけ前側の筋肉をわざとグッと使う、弱っているところを使わせることによって、解放した時に体の全体のバランスが整って、リラックスすると、この前、ももの前ですねが伸びてくるっていう感じです。どうですかね、実験しましょうか。頭を持ち上げて、さっきのこの腰をピタッとつけた時に膝が浮いてしまうという方は、どのくらい浮くか、または下がりやすくなったか。私はだいぶ、そうですね、自然と、さっきはこう無理しながらぐーっと引っ張らないと膝が降りてこなかったんですが、あまり無理しない状態でも膝が降りやすくなってきました。不思議ですよね。この前側を使うことで、なぜかここの伸びが良くなってくる。そして骨盤のニュートラルな位置っていうのがまた安定してくる、こういう連動を生んでいくものになります。今までも体を柔らかくする方法というものでいくつか動画を上げてきているんですが、これはヨガ的な考え方ととってもつながることが、例えば体の状態で先ほどの反り腰というのも、どこか一つがこうオーバーワークしているような状態なんですね。前に傾いて背中側の背筋側がギュッといつもなんでしょうね、使われている感覚になり、ももの前側や、このお腹の距離がギュッと縮こまっている、要はちょっとオーバーワークが、起きている。で、それをさせないように、違う使ってないところの力、今だったら弱いところの体幹を使うトレーニングをしましたよね。普段は使っていないところ、そこの力を引き出してあげることによって、オーバーワークしていたところが、お休みという言い方は少し変ですが、今まではもう頑張りすぎていたのを頑張らせない頑張りすぎさせないっていうんですか、させて体全体のバランスをとって柔軟性を上げたり調整していくというのが、この体全体の骨格のバランスをとったりとか、まあ、陰陽のバランスをとっていくというヨガの考え方にもつながっていくメソッドです。さあ、今日は、この反り腰を改善するためのビフォーアフターで実験を交えながら、レクチャーしてみました。で、今度は、この行ったものを毎日行えるように、軽くこうレッスン風な感じにして動画を上げれたらいいなと思っています。面白かったよという方はぜひいいねボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。